ミッテンバルト線は、オーストリア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は410だが、ドイツ国鉄では960が割り当てられている。ミュンヘンとインスブルックを結ぶ路線であるが、都市間連絡は、クーフシュタインを経由する300号線が担っており、410号線は、ローカル輸送が中心となっている。シュロースバッハ鉄橋1912年のシャーニッツ。 ミッテンバルト線は、インスブルックから、ホフホツヤル、ツヤルサン、ゼーフェルトン部を経て、ゼーフェルトに向かう。そこから、列車は、東側の北カーベンデル山地と西側のアルンシュピツ山地の間を通過し、オーストリアドイツ国境を越え、ミッテンバルトに至る。線路は、シャーニッツからミッテンバルトまで、イザル川に沿って、西側に方向が変わる。列車は、 南側のベターシュタイン山地、北側のエスター山地の間を通過し、終点のガルミッシュパルテンキルヒエンに到着する。ミッテンバルト線の特徴は、長いトンネルの多いことで、一番長いトンネルは1810.23メートルのマルティンスバントトンネルである。ホっほつやる来店館には、シュロースバッハ鉄橋といくつのトンネルが長いループを形成している。工学者。 建設業者のヨゼフ・リールはすでに1880年代末財務省へインスブルク、ゼーフェルト間の鉄道プロジェクトを提案した。1904年11月22日のオーストリア・ハンガリーとバイエルンの国際契約にはミッテンバルト線も含まれた。経路をめぐってロイティン・チロルとイムスとを直結する鉄道建設の賛成派とは激しい論争もあった。 リールはこの路線の建設許可を取ったとき、同じく工学者、建設業者のビルヘルム・フォンドーデラーと共に、建設法人を設立した。ミッテンバルト線は、トンネルのため建設費用が高かったので最初から、電気鉄道と発電所の建設が計画された。一方、バイエルンのミッテンバルトの行政府は1896年に、鉄道建設の申し込みを、 ロカルバーン株式会社に提出した。それは、ムルナウガルミシ地方線をミッテンバルトまで延長するプロジェクトだった。1912年7月1日全線が開通されたが、発電所も電気機関車もまだ準備されていなかったのでしばらくは蒸気機関車が運行された。オーストリア側には1912年10月、バイエルン側には1913年4月電気運転が、 実現された。インスブルック西駅中央駅間は1913年3月、電化された。ミッテンバルト線はオーストリア鉄道に運営されたが、1935年国境線の基準で両側の国有鉄道の所有になった。第二次世界大戦の中、連合軍はこの路線の戦略的に重要だと判断し、空襲を行った。 1964年冬季オリンピックのため、ゼーフェルト市に駅舎が観光され、その期間に105便の特別列車が5万3000人の乗客を輸送した。1976年冬季オリンピックの時、乗客の急止増加が予想されて、すべての駅に電灯信号機が設置された。1980年代インスブルックの道路拡張のため、一部の線路が改築された。 2013年8月には、線路の差し替え、地盤の改築、トンネルの掃除などが後半に行われた。安全施設の改善も行われ、この路線はその期間に封鎖された。下記2つの系統に分かれる。インスブルック、ゼーフェルト間に、平日1時間に1本、休日2時間に1本の運行。平日の半数、休日の早朝、深夜のミシャーニッツに乗り入れる。 以下では、オーストリア国鉄401号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。アウサーフェーン線とミッテンバルト線の封鎖、オーストリア放送協会の記事、ありがとうございます。